イサイ、沖縄の鈴木です。さあ、久しぶり、いきます。ポケモンカード GB。どこまでやったっけまあ、とりあえず、エレキクラブの方がまだ攻略が終わっていなかったんで、ちょっとデッキをね、試行錯誤しながらいきます。さあ、まず一人目。えい、勝利。うん。これで、はい、まず一人目、出しました。さて。OK。あれ、この子の顔前も、だいぶ前、見たことあるような。あれ？まあいいや。さ、これで、ジムいくつもあったんだっけ？ 4 つ目だっけか。で、残すところあと4つなのかな？だからこれのジム終わったら、まだ半分終わってないのか。このジムが終わったらちょうど半分っていうところで、まだまだなんだな頑張ろう。で、なんかいろいろと新しいカードもゲットできてってるんで、どういう風に組んでいこうかな。悩むところでございます。さあ、では次のバトルいきます。はい、また勝利。またこれでゲット。さて、この人はいきます。自爆デッキ。はい、実はこちらも、はい、勝ちました。バトル結構長いんで、頑張ろう。カットしまくっておりますけれども。もういいか。さあ、最後の一人、いきます。サイド6枚。これがジムリーダー。エレキクラブマスター、高橋。どっかで見てるのか。さあ、行くよ。さあ、まあ、こっからも、4倍速でいいよね。はい。ノーマルの速度でお届けしようかどうしようか、非常に迷いましたが、4倍速で行きます。で、とりあえず、もうガルーラで、最初のこいつはもう捨てて、ニドランは捨てて、ガルーラを強化して、次の、最初の1枚は取らしたところで、ガルーラでガンガン行こうと思うわけです。はい、やられた。では、行きます。こっからが本番。とりあえず出せるもの出して、つけるものつけて、さあ行こう。ちょっと、あと10。よし、これで、はい、エレブ、まず一匹目。OK。一匹目倒したっす。あ？マジかよ。ちょっと待って、自爆。
ガルーラのこういうところは嫌い。またじ、あ、ガルーラ、やられちゃった。カイロス、頼むよ。今んとこ多分こっちが優勢だよね。ただちょっとあのベンチがやばいのが気になっております。こっちのベンチに控えポケモンがあんまりいないんで、カイロスに頑張ってもらいたいんだけど、どこまでいけるかな。カイロス頑張って。やられた。となるととりあえずストライクで、でその間に2度クイーンをエネルギーをつけて、いけるだけ行こう。もうストライクでできる限り削る。よし、ラスト1匹。こんなんでいいかな。ただ敵さんがエネルギーないんだか。全然攻撃してこない。エネルギーがない。このまま勝っちゃうんじゃない。交代しないとまずくないって。おい交代した方がいいんじゃない。あれ、これ勝っちゃうよ。はい勝ったっす。はい、というわけでこれで勝利だよね。はい、というわけでエレキジムジムリーダー、勝ったっす。いいのかな。勝った。いいのか。はい、というわけでですね、まあエレキジムこれで終わったっぽいっす。予想以上にすんなり終わってしまったかな。これはあげないよ。というわけでやっとここでポケモンカード GB、半分ジムの8つのジムのうちの8つだよね。8つなんです。8つのジムのうち4つ、クリアしました。というわけで残すところ4つのジム。頑張ってっていうか、こっちエレキジムのね対策を今あごろ言われてもなんか遅いような、クリアした後にこうやった方がいいよって。まあいいか。はい、というわけでまあ頑張って、次のジム行こうと思います。残すところあと4つか。頑張っていこう。はい、というわけでですね、まあ今回はこんなところで一旦終わりにします。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。